稲田くんが待ってくれてます。お待たせ。あ、またそっちに。ございます。あ、いるじゃん。やもう久しぶりに来たな。でもな、浜松からの、ね、Trust you and jump down. 気をつけていってらっしゃいませ。はい、どうぞ。いやー、いい天気。めっちゃ楽しみ。山に再び。29 years I've been the same. Trying so hard to run from shame. How long can I keep up the pace? To fool myself, I don't need grace.Who will be there to catch my fall? Need to be sure you hear my call. 現在9時です。早速、猪子くんと今から木曽駒ヶ岳目指して登っていきます。この斜面をこう上がっていきます。どう雪山に戻ってきた感じは？いや、やっぱ久しぶりなので嬉しいです。2000何メートルだっけ？今2200メートルぐらいなのか、ここが。そっから2900ぐらいまで行くのかな。今登り始めて40分ぐらいですけど、ここがもうあと3分の1ぐらいね。もう井上くんはもうかれこれ何年も登山歴があり、ここには何回目5回目くらいかな。断雪の時に5回目来ても、はい、5回目のこの断雪登山 だそうです。木曽駒の頼もしい。僕はなんせ初めてなので、こういう友達がいて心強いです。やっぱりこうね、みんな急だからちょっとずつ止まりながらちょっとずつ登ってくって感じですね。しかも今日無風で、今日は本当にいい、ね、最高の天気ですよ。こんななかなかないです。素晴らしい天気です。もう登山日和。ちょっと さあカールをずっと登ってきて、乗り越し浄土まで来ました。ここまで約1時間でしたね。じゃあ引き続き木曽駒ヶ岳に向かって歩いていきます。どうですか、僕と二人で登るのは。気持ちいいですよ。気持ちいいですか。あ、邪魔になったらいい。僕と一緒に登ると気持ちいい。そうです、嬉しい。風が出てきていい感じになってきた。達郎のもうこの登った時の達成感がもうすぐ味わえるから、登った時のこの「あ、着いた！」っていう。あとちょっと、よいしょ、着いた。よし、山頂、木曽駒ヶ岳登頂しました。約2時間ですね。登って2時間で来ました。ちょうどお疲れ様でした。お疲れ様です。ありがとうございました。連れてきてもらって、いい景色ですね、はい。今日は絶好の登山日和、今までにない。今まで5、6回目のうちで1番です。あ、よかった、いい時に来ました。
よいしょ。じゃあ山頂でちょっとご飯食べて休憩したので今から、駒ヶ根ロープウェイの方まで下山していきます。いや本当に景色が良くて気持ちよかった。よく見えてます。アルプスの富士山も見えてる。We say we were good together. I would say we had fun. But our trails will never run forever. Something else is on your mind. Like it. では千畳敷カールを下っていきます。安全にゆっくり行きましょう。まあでもこの場合はこう一回ああいう感じで横ステップで了解しました。実践したいと。そう。はい。戻ってきましたロープウェイまで。はあ。9時に出たから9時半だっけ？はい、9時か。から4時間半でしたね。行って帰ってきて。はい。いやこれは結構疲れましたね。この登りだもん。まあでもすごい初めての。木曽駒ヶ岳すごい楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。どうでした？いや久しぶりに、まあ、1年ぶりぐらいの登山ですごい楽しかったです。天気もいいしね。はい、たっちゃんと出てよかったです。じゃあ今から我々はキャンプです。キャンプします。キャンプ場探しに行きましょう。